もういいかな。もう私たち結構話してきたじゃん。ということで、そろそろ契約しちゃおう。とりあえず褒め言葉として受け取っておいてやる。だってさ、もういいだろ。あんたの性格よーく分かったから。自分で言うのもなんだけど、私自身もそんな分かりにくい性格してないし、私たちならうまくやれる。その自信だけははっきりとある。うん、そのスパッと決断するところ好きだぞ。ああ、好きっていうのはそういう意味じゃなく、いや、まあまあまあいっか。我は何時に誓う。我が指揮者よ。この旋律は楽と共に広く高らかに奏でていこう。夜まで動き回ってるなんて、コンダクターは大変だな。お、こんなものまで私のためにわざわざ用意してくれたのか。それじゃ今回は目いっぱいいい話をしないとな。私体動かすのが好きだけど、こうしてあんたと話すのも結構好きだよ。契約しても変わらないって？そりゃそうだろう。契約するときだっていつも通りだったんだし。契約っつってもさ、別に私たちがいきなり別人になるわけでもないんだし。いいのよ、今まで通りで。それが一番楽しいんだから。私はあんま興味ないかな。ほら、誰に見せるわけでもないし。ん？なんか見たい服装でもあるの？実は悪くない気がしているんだよな。あれ、軽装で動きやすそうだし。もっとも、あんたはなんか別の意図で言ってそうだけどな。とにかく服は動きの邪魔にならないのが一番。おしゃれはまあ他に任せる。あんた私と話してて飽きないか？私は、うん、別に平気だけどさ。う、もうこんな時間？楽しいとあっという間だな。本当まだちょっと話し足りない感じもあるけど、それは次の楽しみにとっとくか。だからまた誘ってよ。約束だよ。